握手会のない生活に慣れてきましたか？なんかアイドルになる前って感じがしますね。なんか握手会もないし、公演もそんなにやってるわけじゃないので、もうなんかやってることといえばテレビのお仕事と、レッスンばっかりって感じ。まあ、ラジオとか雑誌とか、なんかこうアイドルのお仕事をしてないって感じがします。 そう、なんかアイドル感がなくてちょっと困ってる。まあでもね、しょうがないものね、なんかできないのもね、ピエンですけど。ただね、なんかその会えないうちにさ、なんかこう良かれと思ってるのか知らないけど、何ですか？他に行こうとしている方々、私ツイッターとかおきちゃんで調べてるんで、その何ですかね、検索余計なのかわからないけど、私おきゆうかとかユーマメールだけじゃないんですよ、別に調べてるのが。なのでね、なんかこうなぜわざわざおきちゃんと書くのかがちょっとよく分かってないんですけども そういうな、なんかつぶやきをいくつか見かけましてね、まあ次の握手会ちょっと楽しみにしておいてくださいと思いながら びっくりですよ。そんな、まさか会えない間に、ねえ、みんな2期生だったり、ねえ、そんな会えない時に限ってそんなことするんだって感じ ああ、悲しいね しいね。2期生のこと、2期生ね、まだなんかこう一緒になる機会が本当になくて、全然喋ったことない子ばっかなんだよね。でも今日近藤有紗ちゃんの誕生日ですね。すごい、2月生まれが多いですね。明日はマリーナさんの誕生日やしね。パセリちゃんが話したい。パセリちゃんはなんか自分も話したいなって思ってます なんかめっちゃ勝手な偏見だけど、なんか2期生は陽キャが多いじゃないですか。スカイマークもであります。もその陽キャが多いけど、なんかパセリちゃんは自分と同じ匂いがする っていう話をお決まりで話してて、そうだった。会社名なんかパセリ聞ちかゃなんかったとことにし喋りてくたいださねっい。て、なんかいいな感じがする 一緒な気がするって。多分 めっちゃ見偏見てただけど、ね。お決まり推しって言ってくれてて、なんかノートに、なんか憧れのメンバーはみたいな、なんか沖優香、中村舞って書いてたんですよ。年上です、最年長2期生の中で。
22歳だったかな。ユミリンさんとかと同い年だった気がする。今日のサラピ選抜面白かった。じゃあ私もやろうかな、うん、パセリ選抜。たくさん寝なきゃいけないタイプだし、食べないといけないタイプ。そうだな、ね、私。オキさんがパセリと同じ匂いするから話したい。なんかね、なんかまだそんなに全然みんなと関わったことないけど、まあ、今泉ちゃんとちょっと話したぐらい、ご飯行ったぐらいで本当に喋ったことなくて、まだほとんど。なんかね、さーきゃんさん、オキちゃんさんの方やった。なんかこうスタッフさんとかメイクさんが言うにはめっちゃパリピっていう話は聞いてる。キセイはみんな陽キャだよって。おさぽ、おさぽ、おさぽって聞いてる。え、待って、確かになんかこうオキさんがパセリちゃんと話したいねってお決まりさんと話した。え、待って、マイキューさんも陽キャな感じがするみんな。え、ほんと、え、マイキューさんも、うん、え、オキさんは私の憧れの先輩、矢野さんとオキさんとマイキューさんです。え、本当？やったやった、おさぽ、おさぽ、なんか許可得てないけど、なんかね、こうあんまり今までスティーにいなかった、なんかこう明るさを持ったメンバーが多い気がする。やったー、また新しい STU って感じですね。オタク属性です。陰キャ、陰キャです、私は陰キャオタク、うん、おさぽの許可取ってください。にゃっほー、にゃっ、ね、こりん、まさに僕の太陽。そう、太陽みたいな人たちが多い。はあ、船はまっすぐ進む。やった、沖さんのところが行きました。ねこりん、にゃあ、岡も、岡本、今までは暗かった。いや、誰推し？なんか帰省はなんかみんな落ち着いてるって感じ。私22歳ですよ。いえ、うん、よし、ドラさんもなんか人見知りばっかり、なんかこう学校なんか JK みたいなキャッキャしてるメンバーはそんなにいないイメージって感じ。風と日差しの、うん、なんか規制はなんか学校の休み時間のキャッキャッ感って感じがする。 JK が多いからかな。そう、滝野さんと同い年です。岡田さん、滝野さんと同い年ですってイメージ。パセリに決まってるかな。本当か、オカモ、マイキー、オキシ、セリピって書いてある。パセリちゃんがオサポって名乗っていいか。私の推しメンがオサポピーちゃんって方なんですけど、オサポしぼんでる。オサポとはピーちゃんさんのピーから取ってパセリです。そしてパセリはセリ科の植物なのでパセリです。何、オサポって、オキさんのショールームでおさぽがかかってなくない？陰キャでしょって言ってる。正解、大正解。パセポとかじゃダメなのかな。パセリが青年学校、あ、おさきだからかかったぜ。いえ、え、許可出ましたか。そういうことね。おさぽさん、こんばんは。セリカの方でやんないのね。ねえ、本当ですか。オピラさん、陰キャでしょ。陰キャって言われて喜んでるわけ。いいんじゃないですかね。東京特許と結局局長ポー増やしていきましょう。え、いいって、やった
どんどんこれから胴上げしときましょう。クマ、ポー、クマどこ行った、ポーいっぱい、クマどこ行ったかな、クマ探します。人類をおさご許可出ましたか、子だらけにしていきましょう。いました。じゃあクマ胴上げしたいと思います。何年生、22歳です。何年生、増殖。じゃあクマ胴上げします。毛布の生活感って言われる、うん、やったー、そう、私のポは日本人のポ、奥さん公認おさぽになりました。日本人ポ計画、その後は世界に羽ばたいてワールドワイポになりたいと思います。よかった、配信続けてよかった。ハンマーでやっちゃおう。みんな予定、初めて聞いた、だって今言ったもん、クマ見ると今まで言ったことなかったんですけど、かわいいなこの22歳で、かわいいと思った方はぜひフォローお願いします。そしてお待ちしております、握手券。皆さんポになりましょう。宝箱、うん、シュービドゥビドゥタタビヤ。矢の方が2期生褒めたらのんちゃんに殴られたとか、あ、それはね、あのツイッターで見てツイッターで見て、でレッスン場行ったらのんちゃんさんいなかったけどこのたんさんはいたので、このたん何ですっけ、あの聞きましたよ、なんかもともとこうのんちゃんさんがこのたんさんの上に乗っかって一緒に話してて、でなんかこのたんさんが2期生の子かわいいねって言ったら殴られたみたいな言ってましたね。あ、クマのぬいぐるみか。そうね、なんかね、のんちゃんさんって恥ずかしい、なんかホノタンさんに対しての悪口がマジ小学生みたいなレベルなんですよ。天然出ましたね。なんかホノタンさんって私とかには絶対言ってこないんですけど、なんかやば、ホノタンさんにだけなんかこうすごい小学生レベルの悪口を言うんですよ、面と向かって。この前聞いたのがなんか、どけこのマンモスって言ってて、このままで言ってねって、そんなポンコツ最年長、そんな小学生みたいなこと言うって思って。行きます。おのたんさんめっちゃ笑ってるし、かわいい、ほんと小学生のあれって感じで。おきこさんがおさきって書いて、おさきって読めたのに感動した、うん、でも確かにワードセンスはある。そこでなんかこうマンモスを出すのは高まりり、すごいセンスだなと。ハダモンさんはポンコツなんですか、やった、パセリの目が好き、やった、嬉しい、コンプレックスだから嬉しい。ロータンさんはね、何なんかなんかずっと笑ってるイメージ、すぎてよかったです、やったぜ。ハタゴンさんとお話ししてみたいな。目まなでにしないでねって。ハノタンさんはねめっちゃ面白いですね。アイドルでいるうちはしません、大丈夫です。矢野ぽのかさんはお金がないので多分したくてもできない、なんか無謀な夢を喋ることがないで、多分まだ皆さんこう自分たちもそんなにこうファンの方の前で披露したことがないから、全然ダンスとかこう構成とか言われても分からないと思うんですけど、あのね、 A メロが私ほのたん、なんかこう4列になってるんですよ、こうで私はほのたんさんの後ろで踊ってるんですね。そしたらほのたんさんがなんかちょっとみんな基本あの曲って全部一緒の振りなんですけど、なんかちょっとなんかかっこつけてるのか知らないんですけど、振りがなんか若干違うんですよ、なんか
若干カッコつけるんですよね。切れ長の目が好き、わかります。君の目の前にはのところなんですけど、 HKT のリミコさんの目が好き。しかもこう4列になってるから、まあこのダンサーの前にも2人ぐらい人がいるから、こう正面からは見えないんですけど、私には絶対に見える、なんかこうカッコつけ方をするんですよ。確かになんかステップなんですけど、すっぴんでもなんかそれを一回言ったことがあるんですよ。このダンサーなんかもう振りがもうそこまでいったら違う振りだからって言ったんですけど、なんかそれを言ってから余計にどんどんひどくなっていってるんですね。そうどんどんなんかこうちょっともう日に日にこう大きくなっていくんですよ、そこが。嬉しい、明日自慢しよう。やっぱりそこにも注目していただきたいね。足のステップがこう普通にちょっとゆっくり2ステップなんですけど、なんかちょっとこうかかとを違うつま先を上げるっていうか、足をつくときになんかちょっとカッコつけてるんですよ。なんかこの間握手会でめっちゃセリーヌ顔だねって言われました。おちょっと注目してくださいって言ったら、あとその後に来た方にめっちゃ赤愛顔だねって言われて、ちゃん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 の赤愛さん、なんかイントロの部分で赤愛さんとセリーヌさんに似てるって言われます。四列が、あとこの間秋吉さんに似てるって言われました。こうまたさらに分裂してでまた一列に戻るんですけど、そのもう一回一列に戻った時にこう前後が交代してるんですよ。で私がホノタンさんの前に行く時があるんですね。で向かい合わせになってるんですよ、ホノタンさんと。その時にめっちゃドヤ顔でこっちを見てくるんですよ、急に緊張してみたいな。マスクしてると似てますか、顔をして見てくるんですよ。眼鏡かけたらアイチーさんに似てるって言われました。なんかの時にそこが抜かれててめっちゃドヤ顔して、でも私はこうカメラからはこう頭しか見えてないんで私は映ってないんですけど、このタオさんの顔がめっちゃ映ってて、そのめっちゃドヤってますね。まあ、そこも絶対メガネですね。こう正面から多分見えないんで、こう上手の端っこの方とか多分見やすいかもしれない。長さんもさ、見上げ見てる。それはね、初見です。リリンさんこんばんは、はじめまして、パセリです。そう、アイチーさん誕生日ですよ。まあちょっとね、無謀な夢は覚めることがないよね。これから多分見る機会が増えると思うんですよ、の村長の方のためにね。ちょっと私のおすすめポイントをいくつか言っていこうと思います。まあまずさっき言ったその私もメロンジュース A メロのね、作ってるこの炭酸と向き合うところの顔と A メロのほの炭酸のステップね。でもこれはもう全部紙、違うな、下手の人しか見えないんですよ、きっと。下手の端っこの人しか、ここは。で、あと私個人的な注目ポイントはなんか A メロから B メロ、遥か彼方入り行くよ、本当に存在するのか、見えないものほどの、このここの間に本当に存在するのか、見えないものほど見たくなるんだのところの移動距離が私すごくて、多分メンバーの中で一番移動してるんですよ。 A メロから B メロにかけてのこう焦りを見せないポーカーフェイスだけど、ちょっと焦ってる感じを見てほしいです。めっちゃ移動してて、そう、下手の 4.5 の一番後列から上手の 1.5 のなんか3列目ぐらいに移動するんですよ。なのでそこをちょっと見てください。それをしかもこうちょこちょこ歩きで移動してるので、こちょ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 みたいな V の字で、走っちゃいけないからこうちょこちょこ歩きで、ね、頑張ってちょこちょこしているその足の可愛さと顔のポーカーフェイスさにご注目してください。あとはなんだろうな、無謀な夢は覚めることがないは、上司もどっちにの席に座ってても私の姿を見ることができます。はい、1サビは基本紙
の、しかも多分見やすいところにはいると思います。で、落ちサビからラスサビまでは下手、まあ、真ん中ぐらいですかね、下手の一番とかにいるので、正面かつ下手の方々は見やすいと思います。ぜひぜひ注目してみてください。うん、奪わない目は覚めることがない。じゃあ奥さんとこに行こう。ありがとうみんな。今からパセリ来るよ。ちょっとじゃあおやすみ。またね、クロさん。コメントコンさん。お迎えしてパセリお帰り。もう迎える準備はできている。よし。これでいつからでも来ても大丈夫なように備えておきましょう。お迎え準備完了で。お疲れ様です。憧れちゃん大好きです。早っ。早い。お帰りなさいパセリ。お帰りなさい。来た来た。もう来ることを見越していた私は。いっぱいポーを増やしていきましょう。人類ポー増殖化計画。増やしていきましょう。よし、まあ、テロップはちょっと変えとこう。よし。ミリアちゃんに先越されて落ち込んでます。これからよろしくお願いします。パセリが落ち込んでいる。ミリアちゃんね、コミュ力高い泉。コミュ力高い泉ちゃん。そう、お決まりでこの間パセリの話をしたんですよ。パセリはなんか一緒の系統な気がするから話したいねっていう話をしてました。陰キャ臭がね出てる、なんか一緒な感じがする。めっちゃ偏見なのよ。うん、楽しみ。一緒にいっぱいお話ししたいですね。関愛さんによく似ているというか、ね、今度は判定してください。え、マジで似てると思う。関さんに本当に似てると思います。メガネかけてるから似てるのかなって思ってたけど、メガネかけてなくても似てる気がする。うん、でもちょっとあのあいみゅんに似てるっていうのはちょっとパセリちゃん的にあんまり言わない方がいいと思う。なんかこうね、関さんちょっとあのおかしいから。ちょっとあまりね、ちょっと関わらない方がいいのかもしれない。ミュンさんはちょっと永遠の15歳だからね。ちょっとふふ関さんちょっとやばいんでね。